はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、江戸セポネです。はい、シトです。はい、シト君、今回なんかわけのわからん企画持ってきたけど一体何なの？はい、今回はですね、ボックス買いの検証企画になっております。僕らね、ボックスといったらなんか魔法にかかるというのが定番だけど、そうなんですよね。今回は魔法にかからない状態で、はいはい、今までだって検証は愚かっていう状況だったんで、今回まともに、うん、ボックス買いで検証を一つしてみたいという内容が1個ありまして、はい、何ですか？4艇ボックス VS 3艇ボックス4個、うん、どっちの方が良いのかっていう企画です。点数的には一緒だもんね。そうだよ、24点。まあ、満州を狙いに行こうと。そう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 、はい、分かった。まず最初は探偵ボックスを4つ買ってみて検証してみようかなと思っております。はい、なるほど、分かりました。はい、ご覧ください。はい、はい、ということで、はい、三国10レースから、ね、10レースからね。で、首都くんの買い目が、待って、とりあえず買ったのが2差しボックス、2差5ボックス、2四5ボックス、4五6ボックスです。はい、で多分だけど上2つ俺だね。うん、ニサシとニサゴ。うん、俺はニシゴ。あー、でしかもあれでしょ、今井美也選手入っちゃったね。あ、入ってない、入ってないんだよこれ。何これ、1買えばよかった。いや大丈夫、叩かれるからこんな。いやーまずいな。いや多分これね、広がってズボーやられるよこれ。1入れてないのか、誰も1入れてないんですよ。だから1が逃げた瞬間にゲロザムって、逆に1入れればよかった説あるよね。しまったな。でも絶対これ2頭じゃない、どちらにしても。いやー、普通の本線はね、普通はね、うんうん、多分寺島選手結構こう大回りしちゃってぶっ刺されると思うんだよね。なんかいやー、どうですか、それかオチオチしているとまくられちゃうから。まあでもまくられるほど早いやついねえからな。いや誰かなんか間違ってのみたいな。2差しに2差後西四五四五六。さあスタートいって。なんか微妙だな。いやー、いっちゃうなこれ。あ、はい、あ、まくった、叩かれる。よし、1は切れた。二差し、いや二差しじゃない、二差しっぽいな今んとこ。二差しでもこれそんな高くはないよ、二頭だから。二差五でもいい、二差五の方が高い。ニサゴになるか、ならない。ニサゴ的中では、いや、なりそうじゃない。ニサゴ、ニサゴなりそうだよ。本当ないでしょ、微妙じゃないか。お前ニサシ、ニシゴ、お前すごいね、両方とももうほぼできてます。ニシゴだっけ、もう一個はニシゴ。そうで、綺麗に刺して、はい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 、はいはい、あ、多分もうどっちも大丈夫。多分これ3と5が、うん、あ、じゃあ4と5がどっちが3着になってもほぼあった。まあ一緒だからね。オッズ見ていいですか。多分そんな高くなかったと思う。そんな高くないですね。10倍とかじゃない、これ。2、3。ああ、何、どうなった。6が来た。え、まあでも大丈夫だと思うけど、いや分からん、 A2 だから渡辺さんだもん。え、これ6なの今。ちょっとオッズ見てて分かんなかったけど、6になりそう、3着が。ああ、あーあー、何をしとんねん。嘘でしょ、そこいいから、3とかいいから。3着誰。いやー、6だ今。飛ばせ飛ばせ飛ばせと、もう、いやー、え、どうなった。いやー、多分ダメだろこれ。3の、あ、あ、あ、マジかよ。あの、まあ、ちなみにだけど、だから3着やなんだよ。どっちもどっち、2差5だったら16倍、2、3、6だったら10倍。ああ、まあどっちもどっちなんだね。ちなみに2差4だったら28倍。意外と当たんないじゃんこれ。完全抜け目だ。抜け目なんだけど、うん、途中までできてたんだけど。常滑10レース、はい、2差4ボックス、差し5ボックスが俺が買って、お前が145124か。はい、当たりそうなんだけどって感じで、安いとこもあるからみたいな感じだね。まあ、この企画ってあれだよね、そもそもそのなんだろう、まあ、取り替えてもいいから、とりあえず当てたいで、あわよくばよれての満州満州みたいな。一応満州は意識してる、うん、しっかりと
マンションになった時の形を考えたボックスにはしてます、はあ、若林さんやると思う。いや若林さんが荒らすような気がするんだよね、はい、角から。だけど三浦選手とかが突っ張ってなんか狭くなっていく5号艇ドーンみたいな、で5-1とかね、で5-1-4とか、そうみんなそう思ってるんだよの次の展開ってことでしょ。そうそう。で古田裕樹くんが大変申し訳ない、俺好きだけどちょっと今回はあの古田くんね、ムラがあるんだよ、やらかすから。そう、俺なんかやらかしそうなスリットだよ。いや2がやらかしたから。あ3が来た。あ3の直まくりで、そうそうそう、押してあ突っ張った、どうなった。うわ6絡む、6絡む、6はやめて。だって今4-3-5差し子って持ってんの。差し子はないですね。4-3-6か4-3-5誰も持ってないじゃん。俺何持ってたっけ。3-4系3-4持ってねえわ。うわーこれ全員外れてる。えもう一回言って。3-4何。今4-3-5か6。やっぱ古い。4-3-5 4-3-5あるよ。マジ。お3-4-5買ったもん。マジで。ある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 、高いぞ。そしたらあうー頑張って。さっきと同じ点か。あでも大丈夫じゃないか。切れて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 切れた切れた切れた切れてる切れてる、これは切れてる。買ったよな、下分買ったよね。ちょレース見たい、レース見たい。ちょ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 後でいい後でいい。そう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 。いやこれでぬか喜びだったら困るから確認はしたいんだけど。え買ったよね。4-3-5 これ高いぞ。4-3-5あでもどうだろう、待って、オッズ見るわ。4-3-5高くはないからね、若林さんだからな。4-3-5、うん、300万円。嘘だろ。本嘘でしょ。マジマジ。ちょっと待って、ちょっと緊張してきた。いや絶対買ってると思う。お前が言ってんだったら買ってるよ。買ってる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 。すごい。こういうことです。やったー。お願い走るって。大丈夫だよね。いやもう全然言ってない。よっしゃー簡単だ。やったドンケシャンケシャン簡単だな。簡単だわ。みんな見習った。俺のこと見習った見習った。適当に言ったよね。いやいやいや俺展開を考えてこれ買ったから。確かに確かに、うん、じゃあ古田裕樹が飛ぶっていうのは好きだからこそ知ってたと、ね、そう俺絶対こいつ消えるなと思ってたもん。4コースだったら買ってたよ古田君。俺はえちょ紹介更新して反映されてるよね。やったー重かはい終わりでーす。えもうこれ終わりでいいかな。3手ボックスの4つ買いが最強と間違いないです。はい、こんなん簡単に取れないから、ね、確かに確かに。いやーでもあれだよね、なんかもう満州当てたってか、これそもそもさ、はい、いつで終わりなの。もう満州当てたからいいんじゃねえかと思うんだけど。一応当初の予定はその3艇ボックス4つを4レース、あー、はい、で4艇ボックスを4レースやって、じゃあどっちが良かったかみたいな、なるほどね、吸ったもんだしようと思ってたんだけど、うん、なんかもうもう勝ち確みたいな状況。なんか俺の中でもうあれなんだけど、こういろいろことが終えたベッドの上みたいな感じなんだけど、 あれでしょ賢者タイム入ってるでしょ。結構賢者タイムでちょっと買い目のおさらいだけど、うん、はいはい、僕が124125、はい、ほらちょっと賢者っぽい感じだちょっと冷静さを感じる冷静な目で、うん、でしとくんが235135、うんうん、ちょっと2回目いこうかみたいな。なるほどね。回目だね。しとくんがむしろ攻めっ気あるよね。攻めっ気ある2発目みたいな。えでもねボートレースって最初の3レース以内に当てないと結構ねきついんですよ。パチン1パチで1000円以内に当てるみたいな。そう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 いかにこうなんかワンペカさせることができるか、早い段階での的中、うん、出玉プレーっていうのがね、そうそうそう重要となりと。でもなんか1頭じゃなくなれば結構高めのものつくんだけど、そうそうそう、ほとんど1頭の予想ですから。はい、いやー3怖いな。逃げだね。でも4が覗いてるよね。4まくりにいった。うわっ逃げだ。いや逃げ1っぽいな。あー1だ12だ。123買ってる？そんなん買わないよ。しかも126とかになりそうな展開だよこれ。
欲しいですね。あいやこれは 1,2,3 ですな。あのねでももう 1,2,3 だね。でも 1,2,3 でもこれ11倍あるよ。まあまあ、まあまあ、この企画だと大体鳥紙なんだけどさ、はいはい、なんだよ川島さん飛んでよ。やっぱもうどうしても印が飛ばないとどうしようもない企画だからね。まあ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 確かにね、その当たったとしてもさ、確かに、もしくは、まあ、超絶なんかもう印逃げ満州を狙いに行くしかないみたいな。そうだね、まあまあ、まあ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 、まあ、まだ勝ってるって。なんかすごい尻すぼみなあれだよ、動画になりそうだよね。もう遠に峠を越えたみたいな。皆さんこれがピークです。はい、4戦目、はい、とりあえずこの算定ボックスの検証のラストですね、うん、まあまあ、 あの当たりもねしっかり3万種取れますよっていうのを4レースで証明できたのでかいよね、はい、でかいでかい。しっかりとあの結果で示せると。そうそう、結果に結果を出す男たちだからさ、結果で示すのがやっぱこう我々ニューウェーブなので。そう、結果にコミットするニューウェーブっていう、うん、皆さんここを見てほしいと。そう、口だけじゃないと、うん、たった2ヶ月でこの思考。今なら僕らのようになるのに98,000円。高くない。ということで回目は常滑11レースの、はい、俺は123ボックス、はい、124ボックス。もう完全いつもと逆になってる、ね、ちょっと賢者タイム入っちゃったから、私が135と2差し。そう、なんかいける気がするけど後輩党ではなさそうな。まあでもあの1位頭じゃなくなったら結構美味しい、美味しいのはまあまあある、まあ、実力拮抗してるからね。さっきのさあの A2 の1号艇あと B1 とまだ訳が違うから。そうそうそう、さあ出ますと。とりあえず前3手あわよくば2位って。うわ無理だ。綺麗なスリット。あでも123になりそうじゃない？123にはなりそうだね。でもまあ普通に123だろうな。ああ6来ちゃった。 6?12 いやー6が邪魔だ。6が超絶邪魔。31前城なくなったら勝てる。あーダメだこれ5だもん俺。1313系は何持ってたっけ。134だったらある。あ124だっけ。124だよ。135しかない。5は5は遠いなぁ。もう見えないもの5なんだ。あーなんだろうね、なんかこの、うん、まあまあみたいな感じ、まあ、まあまあみたいな感じはあるよね。すごい尻すぼみ動画になってるよこれ。いやでもこれまだ折り返し地点。あまあまあまあ確かにこの後に四艇ボックスですよね。果たしてどちらの方が良いのかと、効率としてね、回収率が、うん、現状ね、だって1万ぶっ込んでそれが3万円になってるわけだからね。はい、どう考えてもね、今のところはこの三艇ボックスの四種台が、うん、放送していると。そう、これはしょうがないね。まあね、的中率は低いよ。24点も買ってるのに。あ、2の G か。ある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 。一緒に飛べ、いけ、よし、ブスブス、いやちょっと中田さん絡まないでマジで。いやだ、怖い怖い。これ6頭だったら高いんだけどな。クソ高いよ6頭。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。